サードデイ祝祭のことは、2020年に放送されたイギリスアメリカ合作のテレビドラマシリーズ。三つの季節に謎の島での男女を描く。制作葬式は、ブラッド・ピット、デデ・ガードナー、ジェレミー・クライナーほか。出演は、ジュード・ロウ、キャサリン・ウォーター・ストン、ナオミ・ハリスなど。アメリカでは2020年9月14日から HBO で放送が開始され。 イギリスでは9月15日にスカイアトランティックで放送された。第2部のオータムは12時間制放送のスペシャル番組となっている。日本では2020年12月19日からスターチャンネルで日本語字幕吹き替え版が配信される。謎の島にやってきた男女。3つの季節に起こる出来事はやがて繋がってゆく。サードレー祝祭のことをのキャスト。冗談左から ジュードロー、キャサリン・ウォーターストン、マーク・ルイス・ジョーンズ、リチャード・ブレマー、パディコンシダイン、エミリー・ワトソン、フレイヤ、アーラン、フローレンス・ウェルチ、ポール・ケイ、ナオミ・ハリス。2019年6月、本作の制作とジュードローを主役にキャスティングしたことが発表された。2019年7月にイギリスでシリーズの撮影が開始された。当初、 2020年5月11日にアメリカは HBO で、イギリスは5月12日にスカイ・アトランティックで放送される予定だった。しかし、新型コロナウイルスの流行により延期され、アメリカでは9月14日、イギリスでは9月15日に放送が開始された。サマーとウィンターの最初のエピソードは、2020年9月11日に、 トロント国際映画祭のプライムタイム部門の一部としてプレミア上映された。2020年10月3日、オータムのライブイベントがイギリスのスカイアーツで生放送され、スカイ UK と HBO のフェイスブックページで無料でストリーミング配信された。それは12時間の生放送番組で没入型の大規模な演劇イベントのような内容となっており、 カットなしの連続テイクで放送された。本作は批評家から好意的な評価を受けている。批評集積サイトの6点トマト図に41件のレビューがあり、批評家支持率は76%、平均点は10点満点で7.03点となっている。また、メトクリティックには15件のレビューがあり、過重平均値は68、100となっている。ありがとうございます。